当て身、当て身もしくは、当て身技とは、日本において、古くから伝承される、古武術や武道で急所を、つくなぐる、打つける、当てるなどの技術の総称である。主に、柔道をはじめとする、柔術で使うパンチやキックのことを指す意味で使われる。中身、当て身刀、中、当てともかく、流派によっては砕き、殺活術、殺法、昇進術とも言う。 時代劇などで、急所や腹部を打って気絶させる技も当て身である。型の中にも当て身が多く含まれるが、各急所への当て方、どのタイミングで当てるか、どのような効果があるかなどのより詳細な当て身殺法は、活法や生骨法などと同じ位置づけであるため方とは、別伝えられる。また、殺法、当て身は活法とは表裏の関係である。柔術は、現代ではその、 やわらという字を含む名称からか、当てみを多用しないというような捉え方をされることも、あるが実際にはそうではなく、多くの流派で重要視されている。例えば、合気道や天神明神流では、当てみ七分に技、投げ三分といい、当てみを重要視している。また、現存の古武道の中では、野牛神岩流や諸小流などが、当てみ中心の稽古を公開している。 また、高木流でも戦前から、剣道の防具の胴をつけて肘打ち、手刀打ち、蹴りを直接当てる稽古をしている。一般に、危険を伴うことから、ランドリア試合では禁止されることが多かった。当て身に用いられる部分は、頭、額、頭頂部、後頭部、肩、肘、手、尻、腰、膝、膝足、かかとなどである。口実するが、刃物ではない道具で当てることも、 当て身といった。流派によっては中身、当て身頭、中、当て、中殺法、砕き、昇進、昇進術とも言う。拳、膝、足、手刀等を持って急所に打撃、衝突、圧迫を行い敵を失神または絶命させる術であり、多くの流派で型が終了した後に口伝として伝えられた。一部の流派では、 早い段階で学ぶ場合もある。札幌は敵が立っていても倒れていても敵の状況に関わらず、隙があればいつでも当てることができるもので多くの流派で、秘術とされていた。主に当てる場所、急所と当てる方法を学ぶ。また、蘇生法である活法を合わせて学ぶこともある。洋神流では、急所の位置、当て方の研究が進んでおり、 数多くの急所とそれに対する活法、殺法が伝わっていた。逆に流派によっては大雑把な急所位置、喉、顎、溝落ち、後頭部等しか伝えていない場合もあった。どちらの場合でも多くの流派で急所の位置や効果的な当て方は、ある程度修行が進んだ文人にのみ伝えられることが多かった。また、 呪術では伝書に記すときに旧書名を書くが、これは旧書と当て見両方の名称を兼ねているからである。例えば、水月と書いてある場合、水月への月、蹴り、打ち等々水月への当て見全般を指す。流派により剣の握り方、突き方、蹴り方、打ち方、各旧書への当て方が異なる。札幌の研究では、明治16年に東京大学の命により、 医学博士、大沢賢治が、天神市に要流柔術師範の井上慶太郎の協力を得て調査したのが、最も古いとされている。この調査で、西洋医学の解剖学により、柔術の殺法が人体に及ぼす影響が解明された。大沢賢治は、天音ネ宇都、人中、霞、トナカ、カ村雨、サメ、小風、団中、岩下、尾形。 水月、電光山等、月影、電光、明星、尺、沢、草なびき、氷属、すり金の20箇所の急所とその当て方、蘇生法である活法、思想の鑑別法を調査した。各流派によって様々な単伝法が伝承されている。伝統的な柔術での当て身の鍛錬法を、流派によっては、素焼きの壺を布団など柔らかなもので包んで、 壺を倒さないように割るような当て身が良い、などとされる。柔道において、当て身技は、試合やランドにでは禁止されているが、柔道系の中で用いられる。当て身を重視した天人に要流から、急所や活法が伝えられている。祈祷流にも当て身、中の溶血の伝承があるが、行動間に、どこまで伝えられたかは不明である。手刀、聖剣、裏剣、渦巻、トゥー 手のひら、底、肘、膝、頭部、かかと、側頭、天頭、霞、鳥と、毒子、人中、三日月、小風、紫、飛虫、短中、水月、眼下、明星、月影、電、稲妻、聖火、丹田、金敵、釣り金、肘詰め、服と、後骨。勢力全容国民体育の形に、単独練習法がある。 日本の伝統的な武術では、刃物以外の武器を使って急所に当てる場合も、当て身と呼ぶ。例としては、棒、銃手、隠し武器の類、刀の角部分、塚頭、唾、鞘、小口、小尻、胸などである。寸止めを含むことがある。この分類は、近年になって区分けされた用語である。石術は、核流派により異なる用語を用いていた。 対戦型格闘ゲーム、画廊伝説において、ギース・ハワードが当て見投げという必殺技を持っていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。